皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。今日はまあツッコミクッキングなんだけど、作るより食べてみる感じで、あのインスタント麺ですからね。あのこの前近くのスーパーでこれを買ってきました。これは何でしょうね。えい、ミーゴレンです。インスタントミーゴレン。これオーストラリアでも売っとってめちゃくちゃ安いよ。一袋で50円ぐらいの値段で、すごく安くて美味しい。でもまあ体にいいものではないな。ちょっと体に悪いから、まあ年に1回ぐらいに抑えてください。なんかこれ写真見れば、卵だけじゃなくてトマトとかいろんな野菜乗せてるんだけど、今日は卵だけ買ってきて、卵だけを乗せるつもりなんで、もうインスタント麺のように本当に茹でて味付けするって感じよね。作ってみよう。卵、えいえいえい。俺卵の焼き方さ、教わったことないから、いつも適当に焼いてる。まあとりあえずオイルと塩コショウだけで焼いてみよう。まあこんなの適当でいいわ。適当でいいわ、適当でいいわ。こんな感じで10分経ったらもうできてると思う。で、割ったら卵焼きが出てくる。バカ野郎、そんなんで卵焼きが割れてる？割れてない。じゃあ入れてみます。片手で割って入れる。いくよいくよ。はい、一丁。一丁。あ、ごめんなさい、割れちゃった。だ、ここに置いとく。そして麺を茹でるから、鉄の帽子用意してください。で、今回はこの鉄の帽子を鍋として使って麺を茹でます。えい、でこれ多分3分、何分か読んでないけど多分3分、3分入れて、これをボウルなど皿に入れて混ぜます。あ、チリもある。チリも入れちゃうか。で、これいつも入れるときにもうちょっときれいに入れる方法あるんじゃないかと思いながら入れるんだけど、いつもこれこの中身半分ぐらいボウルに入って、残りの半分は手につくっていう流れなんだけど、いつもそれどうしても止められない。そのほらほらほら、もう しかも油だから、一回手についちゃったらめっちゃ滑るようになってやりづらくなる。ほら、うわ、不思議な黒いものが。何分経ったか分からんし、測ってないし、まあ大丈夫で、麺が茹でたら麺はこれに混ぜるっていう感じで。よし、麺多分できたと思うんで、鉄の帽子持ってここに入れます。こうやって混ぜる。よいしょ。で、これで完成。まあもっと野菜とかのすること
もできるけど、もうなんか健康気にして野菜とか乗せるほどだったらさ、もう最初からこの体に悪いもの食べない方がいいかもしれないんですけど、まあ美味しいんで、美味しい上に安いというミーゴレン作ってみました。これで完成で、え、何、え、ゴード、なんで2人分作ったの？それはもちろん、これはあなたのために作ったよ。よいしょ、ちょっと食べてみよう。どんだけ辛いか分からない。俺普通いつもチリ入れないもん。初めて入れたんで辛いかな。美味しいけど全然辛くない、ちょっとだけ辛いよね。それは今日のツッコミクッキング、だいぶ前回よりあのレベル下がってるんだけど、まあまあまあ、ね、家にあったから作ってみたです。じゃあみんなまたねー。